悔しい思いがずっとあって、点を取ることが一番サッカー選手として楽しい時間だし、僕自身そこまでこう嬉しくないというか満足してない。吉田真希人選手のインタビューです。よろしくお願いします。お願いします。だいぶコンディションは良さそうですね。どうですか？そうですね、この時期はなかなか大変ですけど何度か乗り越えてます、はい、いやでも去年の今頃と比べて走れるようになりましたねそうですね、去年の今の時期と比べるとだいぶ走れるようになってきて、うん、まあ、今でもその体力を上げるためにやってますけど、うん、まあ、でもまだまだかなと思ってます、うん。去年夏ぐらいからやっぱり監督だったりクラブからこう登ってくれないかみたいな話をされてたという話を聞いたんですけど、はい、やっぱそういう部分の誠意みたいな部分も感じた。そうですね、監督含めて本当に強化部長の方も、うん、声を頻繁にかけていただいて、やっぱそういうことは選手としてすごく嬉しいことなので、うん、特別な思いはありましたね、うん。まあ、去年振り返って、まあ、最初の時期はなかなか試合に出られなくて、はい、やっぱりこうもどかしい思いがあったと思うんですが、その頃のことを振り返っていかがですか？正直去年のことなんで、うん、ぶっちゃけって言いますけど、はい、まあ、開幕戦スタメンで出て、うん、で点を取って勝ったのにもかかわらず次の試合から、まあ、ベンチ で交代枠の3人にも使われない試合が続いて、なんでだろうなみたいな、うん、結果残しても出れないのかっていう悔しい思いがずっとあって、その中でチームが勝てない時期があって、もっと俺出してくれみたいな、そういう悔しい思いを常に持ったまま時期はいて、でもその出れない時期でも必ず準備のところでは怠らずにやり続けた結果、後半戦で試合に絡めることができたのかなとは思います。でもやっぱりこう短い時間で結果を出していってレギュラーを掴んだのかなと思うんですけど、やっぱりその短い時間で結果を出すためにも準備っていうのがしっかりしなきゃいけない。そうですね、まあ、神経質なところもあるんですけど、うん、隙を作らないように心がけてやってるんで、まあ、その、まあ、小さいことの積み重ねですけど、それが結果としてつながったのかなと今では思いますね、うんうん。やっぱりそのベンチとして座っている身としては結果をその短い間で出さなければこのまま終わってしまうと、でもう、まあ、プロ4年目だったんで結果出さなければいけないっていう思いもあったので、うん、そういう、まあ、危機感もあり、うん、そういう中でまあ、結果がうまく出せたのはすごく良かったのかなと思います、うん。まあ、チーム最多の11得点決めましたが、この結果に関してはどのように捉えていますか？周りの方からそういうふうに2桁取ったと、おめでとうということは言ってもらいましたけど、僕自身そこまでこう嬉しくないというか満足してない自分がいたんで、というのはやっぱり去年レンタルでこっちに来たのも出場機会を積み重ねたいという思いが一番強くてきましたから、そういう思いでは年間通して試合に出ることができなかったという、まあ、その悔しさというか、うん、そこが達成できなかった思いが残ってるんで、正直その結果よりも出場機会の方が僕としては大事だったかなと思ってますね、うん。なるほど。でもシーズン戦ってみて自分の変化何か感じるところありました？そうですね、試合に出ることによってどんどんこう自分が得点することに対して飢えてくるし、なんかそのやっぱ点を取ることが一番サッカー選手として楽しい時間だし、そういう意味ではゴールに対してこだわるようになったというか、貪欲になりつつありますね。もともと中盤ミッドフィルダーで入ってね、はい、やってて、で、まあ、開幕戦も右のミッドフィルダーで出てたと思うんですけど、はい、でその後フォワードにコンバートされてこう得点を積み重ねることができた、はい、でまあ、それ
橋谷監督のこう何ですかコンバートというか見る目っていうところだと思うんですが、いかがですか、この橋谷監督の下で1年間やったことっていうのはどのような。そうですね、まあ、僕自身あの監督に本当に可愛がってもらって、あのすごく僕自身もこう監督にこう頼っているところもあって、いろんなアドバイスをもらってますし、去年のアウェーでの富山戦なんですけど、あの全然僕そこで初めてフル出場を経験して、あの時はもう僕は全然最後の方動けてなかったんで、変えられてもおかしくなかったし、そこでも監督はこう粘ってくれて僕を最後までフル出場として出させてくれたことが一番自信にもなったので、ありがたかったですね。まあ、今年こう水戸に残った理由の一つもやっぱり橋谷監督の下でやりたいっていう思いっていうのはあったんですか。まあ、そこは本当に強くありましたね、あの監督の下で、まあ、救っていただいたので、今年はクラブとしてもその監督に対しても、あの本当に感謝の気持ちを返していきたいという思いがすごく強いですね。まあ、去年期限付き移籍で水戸に来て、今年完全移籍 で、まあ、去年結果出した中でのこの水戸での2年目、もう去年とは全く意識が違うんじゃないかなと思うんですけど、どういう今気持ちですか。そうですね、去年に比べてこう責任感が湧いたというか、あの自分自身がこうチームを引っ張っていかなければいけないっていう思いが去年よりは強くなりましたから、まあ、難しさもあると思うんですけど、そこをまあ楽しんでいきたいなと思いますね。まあ、シーズン近づいてきてますが、まあ、目標みたいなものって何かありますか、今シーズンに向けて の、 あのチームとしてはその6位以内を、あの目指していくということで、あまり個人的な目標というのはあまり、あの口に出したくないんで、自分の中にしまっておきます。あるものはあることはあるんだ。あります、でもやっぱり胸に秘めてあるものというのはやっぱりそれは数字ですか、自分の中にあるっていうのは。数字もまあもちろんそのありますけど、あの去年よりも難しくなると、点を取ることに対して、まあ、そこをこうこれからどう乗り越えていくか、そこがまた楽しみなところでもあり、だからそこはあんまり口に出してこう言いたくないですけど。最後にサポーターにメッセージをお願いできますでしょうか。はい、今年もまた1年あの熱く応援をお願いします。選手一度また頑張って、あの勝ちにこだわってやっていきます。応援よろしくお願いします。